けえへん、これにけえへん。3人3人座れ、あ、見える、見いける、入る、マイク入る、行ってんの、うん、これなんかあれやな、なんか深夜番組とかになんかありそうな映像じゃない配列これでいい、うん、いや全然、いやもう主役はやっぱ真ん中やし、松村ラジオこっち、うん、セーリング、ここや、ビールどこやったの、変更かい変更やけえへんのかい、あ、村長はん、何これ俺、ダウンのビル、あ、そう俺のは違うんで、あ、俺こっちや、何酔っ払ってるもんもうよって、酔っ払ってんじゃん、ボケてんねんボケろ、終わってんだもうじゃあ今日のメイクに、うん、メイク落ち振り返ってみますか、なおかずし振り返る、うん、今日に至るまでっていうか、その去年、うん、ゴールデンウィーク終わって、うん、何回滑ったんですか今まで、いや俺結構滑ってるから、いやそれはもう嘘ついたらあかん、結構滑ってるで、あれは嘘や、お前週1回滑ってんじゃん、もう酒食らってるって友達書いてたんですよ、コメントでなかったなもっさん滑ってないで酒食らってるだけやからまあでも最近はちょっとあれやったかな、3週間ぐらい滑ってんかった、あ、ほらほらそうや、ほら全然滑って、いろいろ忙しかったから、で、いつから大阪入りして、で、帰ってくる前に1日向こうで滑って、うん、ビビって、ちょっと感触つかもう思って、それは当たり前やんか、うん、さあもう何のために来るかって話ですよ、じゃあ選手も滑ってる、滑ってる、滑ってるよ、滑ってるよ結果、よくわからんけど滑ったところで昨日も滑って、昨日田園一人でブラインドフリップやったんですか、やってんの、何しに行ってんの、何しに行ってんの、感触つかみに行ってんの、いやいや、あのやっぱタイミング、なんていうの、板弾くタイミングとするタイミングを、うん、あるやん、その日によって全然違うやん、ノーリーはやったんですか、ノーリーは一生懸命やってた、ノーリーはキックリップは練習した、キックリップは何回かやってた、ほら、だから今日キックリップ良かったんですよ、キックリップめっちゃ良かった、キックリップは結構やってるから、ちょいちょいやってるからいや、そんなやってる割には去年のバンクトゥバンク届いてなかったないや、だから大丈夫かって聞いたよ大丈夫じゃなかったでも飛んでたもんな、一応な、一応な、それできん、絶対飛ばれへんもんね、バンクトゥバンク、でも、俺は今日ちょっとこれの映像が流れるのと、その山本リベンジ流れるのどっちが早いか分からへん、どっち、これは後にしようこれは後やん、うん、言うたら、まあ今回まあ、一応形上ではトリックとしてはリベンジ成功やけど、うん、場所がまあいろいろ事情がこうメリケンやったでもこれはやっぱ俺らが決めることじゃなくて、見てる人らがいや跳ねっこでしょって言うのであれば、これやっぱリベンジ成功ではないと思うんですよ、じゃあそこ委ねて、うん、だからこのコメントにおい山本とちょっと待ったらんかいとそうそうそう終わってないぞっていうのが来たら、また来年のゴールデンウィークは分かりました、分かりました、実際どうなの、そのじゃあ羽根っこと メリケンのその幅と難しさ、幅と難しさは多分メリケンの方が難しいと思う、そんなんやったらもう上行ってるから、じゃあただこあのほら羽根っこレールが上たやん、あれ多分相当辛いと思う、辛いな、全然押されへんやん、プッシュできへんもん、できへんから、じゃあカッパ飛べんちゃうんすか、あの幅飛べてたら、あれはだからそれはちゃうのが、たぶん汗になって羽根っこっつって汗になってすぐ焦ってるから、お前昔からそれ治らんな、お前山本君のことなぁ、欲しがんなお前、それはだからさそれはだから羽根っこも終えて、うん、次の新しいニュー山本でちょいちょいやっていくようなことやんか、それは、俺ごめん欲しがった、お前欲しがった、お前欲しがりすぎやねん、お前かお前、そうか、それはな、2年後とかね、うん、だからノーリーブレンドサイドフリップどこまでいけるか山本みたいなまだやんのこれ、うん、この技、でもそれがなくなるともう僕ら山本用なしなんでそれじゃないと1年に1回会えないのにしか会えないのに、いやもうほんなら天下取りましょうや、ブラインドフリップで、うん、やりまくる、いろんなとこ行ってブラインドフリップ最後何段ぐらいいろんなスポット最後ダブルセットとか行っちゃいますどこでめっちゃやばいけどなでも今日も最後のなメイク見てたらスタイル入ってたしやな、だからこれもさっき村内が言ってたんですけど、何発打ったかっていうのでパーセンテージを出してくれるから、それが例えば 1% なんやったとしたら100回打てたらええんでしょ、100回打てるようなスポットやったら絶対メイクできますやん
数字上ではメンタルボロでもそれは1年に1回やから大丈夫ですよ。そしたらもう100回やらなあかんって決まってるからですよ。そうそうそう、100回はやらなあかん。絶対あなたはやりますよ、100回100回以上やりますよ。やりますよ。咳、咳するとき、うえって咳してるむせてんねんな。なかなか、なかなか辛い顔してたよな。気づいてんねん。うん、めっちゃ辛い顔してた。いろいろ振り返ってみてどうでしたか今日は。いやー、いやほんま一番今までで多分正味まあ一番多分やったもん。うん。3時間。うん。ぶっ通しでね。ぶっ通しで。うん。うん、まあ、そもそもそうないよ、ね、普段からそうな、うん。しんどいよな。普段。しんどいで。3時間。普段やったらもうちょっと早く諦めてたな。うん。でもなんで今日は諦めへんかったんですか。なんやろ。なんでなんですか。いや最初ほら説明せなあかんこれ。これ言うた方がいい。言うた方がいい。一番嫌なこういうの説明するの。いやいやみんなは知らへんもんだって。いやいや。ないとあかんねん。うん。ちょっと待って。いやでも決めた時ちょっとやばかったよ。感動はあったな。感動は。こぼれへんように上向いとかなあかん。こぼれるかな。ブラッチョが泣きそうやって言った時ちょっと俺もおおおおってなったもん。こうでもお前目奥にあるから黙るなかなか出ん黙る出るまで時間かかるやろお前こうやってアイボン取るんですよもう自分から出してるから欲しがるなほんま欲しがるな欲しがるなめっちゃ思う欲しがるもとに欲しがるなまあじゃあ振り返ってみてちょっといろいろ喋ってみてよ喋ってますよってない最初はなんていや最初ほらもう全然当たってへんかったやん、うん、ノーズがねノーズがね、うん、弾けてへんかったもんねそらあかんな思って、うん、でももうなんていうのもう何考えてるか分からんくなって、うん、でただうろうろしてだいぶ気づいてたかどうか知らんけどなんかよく分からんけどごまかそうという気持ちとあのどうしようっていうのがぐっちゃぐちゃなってブツ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 どうしよう目いっぱいできる何なんかテールマニュアルのフリップアウトとかアピールしだした言ってきたもん言ってきたもん無理って言ったけど俺、うん、そこは断固いやほんでみっちゃんが結構頑張りだしたんそうあ頑張ってな、まあ、あの辺も逆に頑張るとこもあるけどもへこむとこもあったから、うん、そこら辺はずっとうろうろしてただけあの辺はだってほんま一時期ある時間帯ほんまやる気なかったっすもんねなかったねえ興味なかったなんか大体背中側に気づかれへんようにまあでも乗ったからや今こう言えるけどやな大体背中側大体なんかこの辺でなんか気配は感じんねんけどその頃からもうブラインドサイド入ってたやんなもう入ってたそういうことだブラインドサイドやってた入ってたんだブラインドサイドの世界にでも正直ほんま跳ねっこでセキュリティ来た時よかったって思ったじゃあほんまぶっちゃけ俺、うん、よかった思ってへんで何回かは攻めてやりたいね、うん、少なくとも、うん、あのユータかって多少は練習してますからそうやね、うん、でもノーズが弾けへんあのメリケンの状態でセキュリティ来たらホッとしたでしょいやー絶対してるよ絶対してるよよかったみたいないやりたかってんけどなみたいなまたらいるんやなって出てちゃういやユータがって結構あれやで笑ってるけど結構きついからな気持ちでも僕今日もラッチョから聞いたのは、うん1時に現地集合、うん、そうそう1時に現地集合、うん、って言ってて、うん、いやちょっと俺早い行っとくわみたいな、うん、11時ぐらいに電話って、うん、10時半ぐらいか、うん、10時半ぐらいそうさっき行って動かしとくわ言うて、うん、めっちゃやる気やな言うて、うん、そうだね言うてて、うん、さっき着いたのもラッチョの中でらしいんですよ気がついたら着いたら1時半やった何してんのいや時間読みがわからんかったそもそもどこやったっけみたいなそっからやから駅どこで降りたいのって家でこうやってこんな時間だってうちの中で転がってたもんじゃないよよかったよかったよかった今日はよかったでも最後らへんとかもな乗りに行ってたもんな全部あの最後のほんま十何回ぐらいは、うん、昼ぐらいに出してほしかった最近、うん、やっぱ体がすぐ動かへん
ほんまに体動き出すぐらいの時間ってどんぐらいあるだから疲れてる時やったあんぐらいになれへんと体動き出さへん。こんなんやったらもう朝の7時ぐらいから先行ってもろて俺らが着く頃にちょうどなええ感じに出来上がってこるちゃう。どんだけ振り回されてんの、うん、もうでも誰もがみんな今日は無理やと思ってたよ。うん、思ってたよ、うん、だから俺夕方の時点で分かんな思ってたもん自分フィッシュアイはこれは無理やな言ってたもんな。だから正解は思ったもんだって座っといてそこら辺のカップルもあれ無理やな言ってた言ってた。でほんであのいちいちあの引きで撮ってる時になんかあのいちいち手上げるあれちょっとほんまうざかったやつ。いやちょいやちょいや一回じゃあ分かれへんから。いやなんかこっち分かるからこっちは分かるのこっちも分かるのよ。いやちょいちょいほらこっち撮ってるあっち撮ったりするから俺行ってんからどうなんかなみたいなんで行きますってって相手他もみんな頑張ってたもしかしたら決まるかもしらんしね。そうそうそうちゃんとってもらえまあまあねでなんか途中でやる気出したんか知らんよう笑っとっちゃういつもこうやったのにいやこうやってやるそれがうざい言うとったバレめっちゃうざかったからバレたこれで行き出したからな。山本次目食ったビール差し上げます。ちょっと手上げるんじゃなくてちょっとガッツポーズみたいなやったうざかったわなんてなんて手上げるやんこうやったからあれの時はさこうやった方ができんちゃうかみたいなよう分からんこと考えて分かる分かる分かる気合入ってますよってアピールやろ。そうやって宗教とかにハマるから多分共鳴食ってんかったら宗教言ってんだもんなんかな言ってんだこれやったらいけんの思えへんもん思えへんいやなんかでもよう分からんようになってんだから楽曲弦のあれやろなそうそうそう真理うんやばいなあのここでほんまにちょっと出してほしいんやけど誠司君がさあの一回オーラのとこ来て今からちょっとローリーで登ってからもうちょうどすぐにこのするから撮ってとか言って言ってなほんで「わあジュースか」とか言ってオーラこうやって誠司君見てて誠司君がよブワーってパワースライディングブブブブブってやってる最中に誠司君撮ってんのにこれぞだから知らんやん。知らんやん。キックフリップちゃんとメイクってパーきて、俺ああもうギリギリでギリギリでブラインドサイド取れてん。で言うたらもうむちゃくちゃやってそこでそれでミスターそのせいにミスターわけでもないねんけどそのせいにしてお前ブン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 ヤマトペだよね。あれは成人の場所やった。いや知らんやん。成人タイムやった。NG コースなんだ。誰学校の子？やばいやばいやばい。楽しんでる。楽しんでる。その間にヤマトが乗っかってた。全然聞いてない今のめっちゃおもろい言ったけど誠司君見てて八百万マジの気づいてなかったいや今のは完全に成人タイムやったいやー今 JR でもそったもん上にこっちからじゃプー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 行こうぜバリオーレあろそんなん完全に山本行くタイミングちゃうで行ったらあかんよそんなんベストショットやな今日一の取れたな、うん、もうわしはそれやっぱおいエースやってくださいプー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 うるさいねうっそーみたいになったもん俺もう山本来てるやんなんなんプー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 うるさいってあいつの果てに逆切れやろいやいや今精神やってるやんいやほんまにあれはめっちゃおもろかったな俺な気持ちの絡まりやったやなおもろかったいやその時ももうわけわからんから思考はあれ面白かった冷静さを失ってたまだ俺らが笑えてる時やったあの頃はうんでもああやこやしてた誰もおらんくなったもんな俺の周りにでもあ寒かったやんほんま動かんかったら寒いよ
風も強いのシューって吹いて一回飯食う？いや絶対それは絶対あかんパターン。あ、ミツルも行かなあかんの。行くわ、ありがとう。いいっす、いいっす。お疲れ様です。おいっす。また。さすがに2、30分止まってるとやばい。いいで、マンタロ滑ってき。オッケー。おお。一人になると寂しいな。もう47分俺ずーっと回してる。ほんまに？うん。びっくり。バードウォッチングやで。くそ！たくそー。雨風で疲れるって万太郎が言ってた。そう。日差しも強かったから。日差しも強いし疲れるな、なんかって言ったら、いや雨風が疲れんねんで。でも多分それプラス俺らの場合はもう、もうウィズ山本やから余計疲れるでしょうね。浜風ウィズ山本みたいな。もうユニット作ったやつやもう。浜風ウィズ山本。フィーチャリング山本。浜風。浜風。浜風。フィーチャリング山本。チーム浜風。すごいな、もう。まあでもほんま良かったね。ね、うん、見れて。でも俺はもうせめてもの悔いはもうみつる君おるときに決めてほしかったな。まあみつるだって知らんもん。だからみつる君なんであんな攻めてたかって多分あれは多分ちょっと間接的に山本君のこうそうテンション上げるためにあんだけやってたと思うな俺。みつるとかも含めて。うわー、この頑張り具合とこのおっさん。うん、この温度差。ああ早元忘れとった、当て上げてた。腹減ったっすよね、飯食いたいな、もうはよせえや、もうこっち来いやよ。あっしゃ、いた、いった。おー、来た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 。うわそれももう気づかんとなんかもうフラ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 して一瞬ビール買いに行ってたよ。買いに行ったよ。まあ俺が行こうかって、うん、どないしようかな思っとったんだから、もうよう分からんようになってないんだから。ビール飲んだらいけるかもぐらいに思ってた。もうなんかいろいろ気分変わるかなと思うね。で実際のところは変わったんちゃう。ほら来るとき電車で山本君のフラットバンクのあのグネッタ、うん、あ、甲子園の、そう、甲子園の話で電車の中爆笑。うん、人の足首あんな曲がるん初めて見たんですよ。足首ってあんな曲がんねんな。そんな曲がってたか。いや結構来てましたよ、グリーンっつって。脱げた？大丈夫なん？やばい。ミツルのあれのが曲がってたんちゃう。ミツルの前のミツルくんのもまだいぶ曲がってる。あのグネってる山本君のバンクグネってるミツル君めっちゃおもろかった言ってたから、うん、めっちゃ笑ってた言ってた。大丈夫か言うて笑いながら言った言うてた。大丈夫なわけないのに。いやこいつもそうやって , 笑ってたよ絶対。じゃあ結構笑うよな村っちょ。いや笑うで。俺がこれ知ってると、あの、なあの知らんかな。ノーリーフリップでライン取ってる時にさ金玉に俺バーン当たってん。めっちゃ痛くて、ほんで俺ずっとこうやってこうやって悶絶してたら、めっちゃ笑って大丈夫って、俺がもう金玉潰れたぐらい痛かったから、
金玉潰れたって言ったら、マジでって感じで、でも最終的に笑い流れてたが、でももう子供できたからええやん。いえいえ、そういう問題じゃん。痛いんよ、こいつ。マイクどうやった今日、山本のスケートは。今日やばい。今日はやばい。今日は、今日は、今日は、やばい。山本見たい。ありがとう。メイクありがとう。ほんま見たかった。いや、結構勇気もらったから。でも中にはほんまにでも楽しみにしてる子もおるよ。そのね、山本リベンジを。山本リベンジ。結構いっぱい聞いてた。俺らはぶっちゃけこのゴールデンウィークの山本リベンジそんな楽しみにしないんですよ。やらなあかんのかぐらいの、ね、だから俺も来るか来んか決めたらつい昨日やしね、うんうん、俺も行かんとこかな思って松村に出会って、あ、行くって思そんな感じやけど、やっぱ見てるコーラは楽しみにしてる中にはそうか、もうそろそろ山本の月やなみたいなゴールデンウィークといえば、うんうん小さなロビー・マッキンリロビー・マッキンリいや、よかったね。でこれから、まあこれは今で過去を、うん、その遡ったこの6回目で言うたらもう自分超えができたわけじゃないですか、うん、これからはまあ次のネクストステップでしょそれはやっぱ自分の口からちょっと言うてもらわないと僕らがやっぱなんかこうじゃあ次山本これなみたいなのになると、うん俺らが、ね、ちゃうと思うんですよね、それは俺らがさせるもんそうで、山本くんの口から僕は聞きたい頭の中にほわってあるそんなもうふわふわしたらけやつでもいい、うん、あとはもう俺は固めるしまあそれはだからやってみようっていう素材だけくれたらそうそうそう、ね、なんかあるでしょどうします何しますでもなんかせなあかんのなんかやりたいなみたいなのないの、うん、あるでしょなんかやりたいな、うん、なんかもうスケートじゃなくても海外旅行あそこ行きたいなとかそういうイメージでイメージふわふわってそういう感じでってことそういう感じでスケート分かりづらいな今これやったら今俺もこれできたし、うん、次やったらここぐらい行くんちゃうこれでみたいなとかでもいいんですよ、うん、次はじゃあここ行きたいなみたいなトリックは何でもいいトリックも何でもいいで山本チャレンジみたいなやつ、ねあのリベンジじゃなくて山本チャレンジ、うん、山本チャレンジ次の次そこしくためたらリベンジになるやろそう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 リベンジじゃあ何するかないんかいあなたは昼間のお前ミリケみたいな精神状態であどうしようどうしよう詰められてたどうしようないわないんかいもうちゃん早く来いや聖人聖人聖人今のめっちゃおもろかったわ同じような流れで、うん、エンジェルが一番最初のさすがにバッてこれやっていうのが、うん、難しいと思うからステアはなちょっと体力一気に使うからやろうで、まあ、フラットバンクもぐねるやろ何もあれ、あれ1回だけあれ1回あれ1回だけだいぶまとめてきたなあの1回ブリーになってたから初めてあれ右足グリッて出してやっぱああいう幅がいいやろああいうぐらいがちょうどええぐらいかなああいう幅でもうちょっと難易度が上がる、うん、でも玉城家言ってたんはノーリーブラインドヒールもなんか調子を下げな動きしてるみたいな感じでチラッとノーリーブラインドヒールできる人やねむしろフロントヒールはあれはいいのができるスイッチフロントフリップとかああまあたまにやってるだから僕は10年前ぐらいか10年以上前やわ12、3年前ぐらいに初めてプロムで、うん山本を見たときはスイッチフロントフリップが上手やそれにようやってたもんめっちゃびっくりしてアクセル入ってなかったじゃあ俺それでも黄色い T シャツの方がイメージあんねん去年も言ってるけどアクセル入ってたようなスキルいや履いてへん履いてない、うん、多分アイパセットで、うん、絶対 B2 被ってたでしょ被ってたかな被ってたかな B2 に違う人じゃん、うん、いやいやあれ山本ちゃんいやあれあれあれあかん山本いい山本何やそれいやでもあれは衝撃やってショートでも映ってるね映ってるノーリーフリップもめっちゃうまかったよノーリーフリップは難しいなめっちゃうまかったよノーリーフリップだからまあ得意は得意やめっちゃ得意げにメイプルの遠赤の上からノーリーフリップ
やってましたよね。ねえ、むさむさ得意げな顔してやってましたよね。いや、ドヤ顔してそう、やってたな、うん、マニュアル系とか。マニュアル俺、下手くそやな、見たって。スパンから言うて、なんか代わりに絵のあるかってないか。わかった。じゃあ、これは次山本くん何をしてほしいかっていうのも、そういうのでだから出るっていうので、そうだから今回でもそんな技のレパートリーあるんだ。だからそれはちょっと待って、でもそれはちょっと聞いて、それは1年あるやん。今から1年あるから練習して、ハッピーアワー流したらいいやん。これが僕のレパートリーですよ。だからじゃあ題して題してザ山本チャレンジ。みんなグリッチョグリッチョ。鬼。俺それ言われたらコメントでもらおう。グリッチョリクエスト。いや、それだよ。いらんじゃん、そんなリクエスト。で、その中から山本くんが、うん、あ、これいけそうってなったらそれをやるっていう。あー、いいね。チャレンジで、うん、あの時の、うん、難しいな。え、それ良くないですか。それいい。うん、2006年、2006年ぐらい。何年ぐらい。何がハッピーアワー。2005年。ほんだらもう来年2016年でちょうど映像的には4年、2004年ぐらい。アニバーサリー、うん、そんなんええもんちゃう。山本アニバーサリー。そんなんええもんちゃう。山本アニバーサリー。山本アニバーサリー。今気持ち悪い。やばいな。ほらもう今、御年いくつですか。今年も35になりますわね。そうですわね。言うたらもう誤入したら40ですもんね。ええ、40ですわ。だからもう節目じゃないですか、30の、うん、ちょうどこう真ん中で、うん、新しい山本に、うん、ニューボーンですわ。リボーン。リボーン。リボーンズイエバーマーズ。リバース。ええよ。リバース。あ、リバース山本いいね。なんだそれ。デスリバース、うん、そう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 、あ、デスリバース。デスリバース。そういうこと。おお、いいね。で、これはだからまあこのラジオを見てくれた人にのコメントで、コメントでね、うん、いただきましょう。来年の課題を、うん、あるとは限らんからな。でもコメントなかったら、なかったらどうなる。なかったらもう普通にオーラが滑るだけ。カメラなしで、なしで、うん、ゴールデンウィークを純粋に楽しむ、うん、そうやな。まあ映像的にも今日はまああんま量は取れてないもんね。うん、玉城とか取れてない、うん、俺も取れてないからね。全然いい。最後なんかやりたそうやったけど、それはもうやん。あれ山本タイム、山本チャレンジ。そうや、もう山本くんのためにオーラそんなできないっすわ、うん、先山本くん取ってもらわんと。山本君は、でも早決まるかなと思ってちょっとアップしてたけど、俺もな、そんな時間かかる思てんかったから、朝も昼も飯食わんと来て、まあ、さっと決めて、まあ、とりあえず飯食うてまったりしようかみたいな感じで考えてたら8時ですわ、終わった。一緒やわ、お前と考えるのに。もうびっくりしたもん。いや、でも決めたから、うん、決めたからまだ良かったものない。いや、でも今日はでも良かったと思う、来て良かった俺、うん。ほんまに。でもやっぱこの今俺らはこうやって山本くんのことをさ、山本を言うて言うといじったりとかしてるけど、ガチの山本くんも見てほしいから。どういうこと。できるぞと、動けるデブやってとこを見せてほしいんですよ。いや、かましでも映像、あのラインはかなり動けてたよな。うん、いや、あれほんま中年とは思われへん動きしてたわ。全然ぽっちゃり系の動きじゃなかったもん、うん、でもこれだけは言うけど、村中は動けてると思うよ。ねえ、うん、間違いない。最近の村中よりは。ほんまに。うん。どうなの、村田はどうなの。最近スケートしてないですもんね。そんな。結構でも滑ってるよな。まあ週1ぐらい、うん。ちょっと前の村中はイケイケやった。まだ、うんうん、どれぐらいやろ。よう港の森とか行ってた時ぐらい。うん、よう滑ってたよなあの時。なんか暇さあったら港の森行ってたもんね。うん、俺が向こう住んでる時ぐらいやから。ウォーリーバチーンって叩いてる、いい感じだよ、うん、でも、うん、なバックフィフティ全然できんの、うん、フロントスミスのハウトゥーもフロントスミス一回もメイクランと書いたことあったけどな、それでも今めっちゃうまい。やばない港の森にフロントサイドスミスのハウトゥーを取りに行く、ムラッチョがするから、うん、で、二人で行って、うん、ハウトゥーやる。
回もメイクしてない。ほんとやのほんで帰るほんで、ほんで帰りめっちゃ落ちてんねん。もう俺無理やわ。だって一回もメイクしてない。ハウトも一回も決めへんの地獄やな。教える側ができひんって。よう教えようと思ったあれほんまに。じゃあ結構無理やり言って俺テールとスミスはもうムラッチョやってるんです。うん、まあ昔からドテーマやから。でも今めっちゃうまいスミス。うん、そうそう、なあ、みんなその時だけできへんかったやつ。スミスあんまミスらない。うん、めっちゃ下がってるし。あの時ほんまめっちゃネガティブなって、ほんまに帰ったもんな、普通に。うん、普通にな。何しに来てんの。ほんまにやで。あれわし6年やってますから、それ。ほんまやわ、ほんまやわ、先輩。さすが、しかも群馬から最速で5時間。毎回、過去5年間は何屈辱で変えてた。いや、そりゃそうやろ。当たり前や、そのもん。やるって言ったからにはやらなあかんし、できへんって。うん、そりゃ辛いで。あったんや、そういうの。いや、それいろいろあんて。いや、それ、あんたできひんのが当たり前や。そうそう、それは、いや、それはもう、ええねんで、ええねんで。でもそれは、やっぱ見せられへんや。あったんや。辛かった。で、これでこんな白髪。まさか、それで今日に至るまでに白髪が、うん、めっちゃ増えたから。すごい。締めてこへんかったから。あえて、あえてな。うん、そうか。よく決めたな、すごいわ。玉城が人を応援するってあんまないからね。まあ、そう。ないな。うん、めっちゃ応援しとったな。こいつが人を、物のモチベーション上げるような発言することはめったにない。なんなら下げるようなことばっかすんねん。嘘すぎや。お前めっちゃ腹減った。お前相当やあーだる。UMD の撮影鬼やったもん。ほんまこいつ終わってるやろ。これチームかっていうぐらい雰囲気終わっとったから、うん、じゃもうめっちゃもうワンマンやもんこいつ。ワンマンちゃうぜ。ワンマンしか考えてないよ。いや感じてる。マジマジワーばっかり。マジもうな、会うなりなんなり、あー体はもう知らんやん、そんなお前自己管理でしょ。昨日絶対寝てへんしやん。全然寝てへんやろ、いつも。いや、今日とかも全然寝てない。じゃあほら、お前絶対嘘。お前めっちゃ寝てるやろ。山本君、山本君、体叩き起こしてポジティブになったな。うん、体激重やった、すごく。もう絶対ノーズマニュアルのフリップアウト、テール絶対一回つくん。テール伸びる絶対一回つくん。で、な言うやん、歌わしはついてんでって言ったら、ついてんよーってめっちゃ怒んねん。ちょ、これもう流してほしいぐらいや、めっちゃついてんもん。さあ、玉城、ウィールついてるって。ついてないって、目開けてみろ。お前グラサン取れや。さあ、ついてるって。今のはついてたわ。そやろ、さっきのもついてるし。ついてないよ、もうついてもええやん。よくないやろ。さあ、ついてるって。ついてる言うてるやないかい。言うとるか。なんて、なんて。あ、あ、来た。でもつくで、絶対つくで。痛痛いふりやろ。今のうまかったよな。今のうまいな。パン言うてんもん。なあ、言うてんもんな。パン言うてんもん。なんやって、その勢いで回してる。そうやな。それでも乗られんかった。乗ってなかったね。地獄や。ほんまにな。最近ノーズマニュアルも頑張ってんな。マニュアルしろ。マニュアルしろ。マニュしろ、マニュしろ。マニュしろ、マニュしろ。マニュアルしろ。長い。マニュアルしろ。マニュアルしろ。マニュしろ。マニュしろ。年行ってきたらね、マニュアルぐらいがいいよ。せやな。じゃいくつだ、そもそもいくつだ。俺35、山本君試す。だから山本って言うんだ。え？え、今何年生まれですか。1980。80年生まれ。80年、あ、一緒っすよ。いやいや、山本言えよ。ほんまに30…なんだこのやりとり。ライブカットしたやろ。なんだこのやりとり。僕ら2つしたんすよ。82年っすもん。うん、成人が1個してる。はい、だから僕ら、成人くん、山本美村田さんみたいな。なんか言うてもらったら。
成人くん、山本、村田さんやな。そう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 。くんつけろくん。せめて。いやでも今日言うてたんだ。ちゃんと、ちゃんとくんつけれるな言うて。ずっとつけてへんやろ。でもやっぱ6年分ゴンスのがもう染みついて、もう山本なんすよ。山本くんなんじゃないんすよ。まあええけどな。うん、いやでも決めた時はもう山本様なってたな。なってたな。心の底からつけれるってなったもん。適当なよいしょ。でもでも俺は言うてたよな。あの人はもう今年こそやる言うてた。言うてたよな。うん。二人そんま適当なこと言うな。無理やん言うてんねん。そんな6年ミスる男じゃないよ。ほんまな。うん。持ってる持ってるって聞いとったけど、うん、やっぱここで持ってくる出すとはな。俺言ってたよ、最後まで。山本は乗れる、乗る男やで。まあそれもだから、なんていうの、自分に言い聞かせてた感じでしょ、それ。うん、カメラにもやっぱ不安があったから。カメラマン自身が不安を抱いてたから。乗れるんか、こいつと。そう。だから引きやったっていう。正解やな、思ってたから。さっき言ったから。何回も同じこと繰り返す好きでしょ、だって。でもマイクも応援してたしね、ずっと。うん、まあ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 。たまに誠治君は全然見てへん時もあったけど。普通で。そんなんなってたんさ、誠治の顔。能面みたいになってた。パッパッて見たら、何街灯の下でもうこの辺全部影なんだって。なんかもう、能面って。あれどこ行ってあれって。能面って。やばいな。全然能面になってたから。やばいな。まあでもよかったね、村田取れて。うん。うん、なんか、大仕事やり遂げた感じがするな。うん、まあ、俺らはだって1日仕事ですもんね。その言うたらずっと合流してからこうやって取れ終わるまで。みんなの流れ方が、うん、半端なかったもんね。でも見てる人らはほんまな、もう不運やからな。ミニッツの話やもん。秒じゃん。あ、秒やな。決まってるところは秒や。うん。でもその一通りの映像としてはほんまにね、もう10分ぐらいで終わるような内容を、僕らは6年間、まあ僕はなんか3年ぐらいしか付き合ってないですけど、うん、送り返してて、最初行ったん俺、みつるくんとかが神戸行った時かな。何年前か。あれが最初かい。うん、その時ちゃうかな、山本。俺一回これ骨折した時に一回あったよね、港の森で。で、ゴールデンウィークがスペインです。俺は多分ガイとか。前か後かやな、ね、多分。最初山本くんとその時に会って、うん、そのラインやって決めんとか、なんてな、こいつみたいな。あれちゃうか、思って。お前思ってた。俺も見てへんかったけど、見た瞬間、こいつアホだわ、思った。ほんまに。これ決めんと何してたんって思った。蹴ってパーン抜いてボン持ったらできるのに。いや、いいの見させてもらったっす。あれでも跳ねっこん時はなんで諦めたんでしたっけ。2年前の単純にもう体力、そうそう、もう疲れましたよね。体力ともうみんなでまあ楽しくしようかな。最初はでも何やったっけ、昔の豊中の連中と、そうそうそう、多分行ったのが多分最初やったと思う。うんうんうん。で、みんな久しぶりやな、ああいうて。うん。そうそう。多分そうやんな。それが多分最初やん。最初はそうやん。多分お前みたいに、この地獄のやつがおれへんかったからやって。なんてだからやめてんで。そうそうそう。引っ張る人がおらん。ああ。引っ張ってない。もうなんていうの、もう、精神的に追い込んで、もう逃げ道をなくすっていう。でも先輩やのにな。でもお前おったからできたって。いや、ほらほらほら。詰めたみたいな。だけど今日はケツ叩かな絶対やらんかったっすもんね。今日はだからほんまに何したいか分からん、やらなあかんこと決まってんのに何したいやろってなってたから完全に。また戻ってるわ。ブラインド。お前妖怪ブラインド。お前わざこちゃ。妖怪ブラインド。すぐ裏行く。すぐ裏行く。そっと。妖怪ブラインド。ほんまにここ気配感じ取ったから、ね。でこそこそ言ってんのよ。座敷わらしみたいな。どうしよう。座敷わらしまだ見えとるから。なら、うん、あれちゃう。締めた方がいいんちゃう。じゃあ締めはやっぱ締め元でお願いします。何よ。いやー、まあ今までな、まあ
6年ほんまに6年6年やってそう、うん、29の時からやってるってことですか。まあ長かったようで短かったようでいうパターンかな、うん、どうしたんやこれ閉まらへんかんで、ないとあかんで、ちょっと待って、いやだから応援してくれてた人に対してのコメントはしとかなあかんでしょ、やっぱり実際、まあ、明記できたんだから実際思ってたかな、まあ俺あのあれやけど、地元の友達、職場のみんな、両親にありがとう一個一個バカにしてくるから今大事なとこやろ、男子のお前あかんね、ちゃちゃ入れんなんてよ、今ちゃちゃ入れんなお前よし、ここに向かって、うん、今まで6年まあ頑張ってきて、今日なんとかメイクできました、応援してくれてた人、方、ありがとうございますまた、また、まあでも今日で終わりではないというとこもあるんで、また来年何するかまだ決まってへんけど真面目かいやちょっとやらして、こんだけやってんのやらしてちゃんとやらしてなんか、俺はなんかもう生きちゃう、ほんまどこでフェードアウトしようかな、思ってどんな真剣なん、いやもうめっちゃ真剣言ってるところでもうフェードアウトしようかな暗くしていくタイミングを今考えてまあでもあれですよね、みんなのそういう声援やなんやらがあってそれも勇気づけられたっていうのも事実の一つですもんね。そうです、はい、まあまあそれはね、うん、みんなここが支えてくれたからそうですよね、うん、はい、それもやっぱこのスケートっていうスケートボードっていうのがこう繋がってるがゆえのなんていうんですかね、何を笑っとんねんそっちまで行ったかな思ってますスケートまで広げたんかもね、今うまいことまとめれるかな思うんだけど全然頭整理してへんから分かんねん、こいつらだったら1個まとまれへんからそれもほんまにこうやってフェードアウトしていくのが一番ええ終わり方やなせやな、締めくくられへんわ結局も叩きたいだけやでもいやまあでもね、はい、まあ、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でしたお疲れ様でしたよーしよーしはいお疲れさんです。お疲れ様でした。こうやってもらいに行くからちゃんと。欲しがるな。欲しがるな。綺麗今さすがよ。いいね今のいい、うん、これでよこれでも、うん、いい感じ。いや山本の楽しかったね、でもね終わりよければすべきよしやもんな、うんうん、ええ感じや、いやありがとう清掃員ディレクター AD かビール買いに行こうぜ、ビール買いに行こうシャンパニーもマジビール買いに行こう